ことやぞ。立派だな。はい、どうもヨガスポーズです。お願いします。はい、はい、あいにくの天気ですけど、そうだね、本日はこちら高田神社、これから年末年始なんで、そうだね、事前に下見をちょっとしとこうかな、はい、どんな感じかとね、行きましょう。はい、立派だな。あれ見越しだよね。あれ見越し、まあ小牧のシンボルでもあるけどね、まあ男性のシンボル、そういうこと。ありがとうございます。これ大丈夫、笑い事じゃないからね。奥宮だね、向こうは。おお、もう早速見えてるわ。おお、触ってみて。ご利益あるから。触って大丈夫、触って大丈夫。どう、椅子で。これすごい、こういう椅子を探してる。厳かだね。なるほど、こっち初めて来たわ。ここで行く玉さすり、再生入れてチンと玉さす、玉さす、再生入れてチンと、ということで、なるほど、チンポークスっていうのは、ここが、なるほど、うん、二玉の右をさすり、かこっちが家内庵、家内庵で、で商売繁盛で、こっちをさすると恋愛上手、子だから安全、なるほど、夫婦は多い。ちゃんと意味が、要はあるね。素晴らしいね。どうですか。綺麗だ。いろんな多種多様の、ね。ね。もうここぞとばかり、お出迎えしてくれるんですね。いや、誇らしいよ。地元にこんな神社が、ね、ありがたい、ありがたい。はい、はい、ということでお参りも終わりまして、はい、ちょっとお腹が減ったんでね、行きますか。この前ね、愛媛くんが教えてくれた片屋さんがもうすぐ目の前に、はい、歩いて行きますね。あるんでカツ丼食べに行きましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう。ヨガスポ、ただいま。メニューがめっちゃある。定食、夕食。あ、すいません、ちなみにここおすすめとかってありますか。おすすめの味噌煮込みもおすすめです。あ、本当ですか。はい、カツ丼も結構、カツ丼って、ね、はい、ミニってこれって一緒なんですか。あ、違いますね、こっちヒレですので。あ、はい、違うの。じゃあ、はい、カツ丼一つ、はい、あとカツカレー一つ、カツカレーライスで、ね、はい、で、味噌煮込みの、あのエビ天入りの方、はい、エビ天入りの味噌煮込み単品でよかったです。あ、とミニ丼で、はい、どうしよう。ミニ丼何がよく出ますか。ミニ丼、ミニヒレカツでも結構出ますね。これか、はい、あ、じゃあミニヒレカツももらっていいですか。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。これで勝てた、勝てた、何を勝てた。これ今日のシンボル可愛いな。なんとも言えん顔する。小牧の一軒家、だいたいこれある。タヌキある説。金屋さん、まあ、ここはでもあれね、小牧高校の野球部がだいぶお世話になってるから。もうね、あれ見ての通り、寮生の子らが、寮生の子はこう食べに来てるっていう感じかな。イヒネ君とかでも毎日来てるのか。来てるんじゃない。うわ、はい、ごめんなさい。うわ、おお、うまそう、うまそう。和洋折衷って感じですね。おお、来た。十分、十分な、多いやっぱり。うまそう。くそうまそう。
気温かつ温度ですね。いただきます。いただきます。じゃあ、いいね、この普通のカツ丼。一口いただきましょう。うまいわ。うまい。カツ柔らかい。柔らかい。本当にうまい。見てくださいこれ。でかい。出汁か。あ、やべ。これもか。出汁だ。めっちゃうまい。うん。熱いうまい。うん。コシがすごい。コシすごい。うん。味よ。ヒット打てそうになるこれ。ヒット打てそう。ヒット打てそう。力出るよ。力出るよ。味はもう抜群よ。味噌が程よく。うん、カツカレーってなんか食べたくなる。うまそうだね。いいな。カツ半分に割るタイプね。そう、一口ずつね。うん。うまっ。やっぱあの和食屋さんのカレーだから和風っていう感じ。そうね。出汁が効いてる。出汁入れる。うん。いただきます。どう？柔らかい。あ、こっちは全然違う。あ、カツの種違う。柔らかい。柔らかい。でこっちは別に硬いことじゃないけど、うん、柔らかいけど、こっちは全然柔らかい。部位が違うね。うまっ。鳩屋さんのご飯はうまいね。昔からうまい。初めて来た。バツ丼。いや、俺今まで食ったカレーと全然違うな。味めっちゃなんか濃いじゃん。これリピート決定だな。カレーそそられるな。はい、ごちそうさまでした。完食です。はい、いいね。くん毎日食べてるらしいけど、うん、もうそれはでかくなるわっていうぐらい食が進むね。美味しいのばっかりだから。どうも、うん、でかくなっちゃった今一瞬で。今、うん、力つくわこれ。年末年始混みそうだね。高田神社がすぐそこに混むね。いったこの帰りはね、うん、うどんそばとかもある。ランチとかもね。またちょっと来たいね。いや、ぜひぜひ。ちょっとこんなうまいと思わなかった。年始か、うん、年末に、うん、また一回来たいと思います。うん、ちょっと行ってくる。じゃあ改めて、カイダーさん、ごちそうさまでした。ありがとうございます。